はいどうも、白熊先生です。今日はですね、 NGT48 を卒業した山口真帆さんのですね、卒業公演がですね、テレビで、まあ、放映されている時に、同じく NGT48 の加藤みなみさんという方がですね、インスタにあるストーリーを誤爆して載せてしまったんですね。でそれがですね、完全に山口真帆さん批判になっていて、プラス加藤みなみさんはもともと山口真帆さんを襲った犯人とつながっていたメンバー、要は黒幕メンバーの一人とされているんですね。なのでですね、今回はその詳細プラスですね、そこから分かること、そして、NGT48 がこれで完全に終わったってことについて話していきたいと思います。まずですね、まあ、山口真帆さんが卒業公演をね、つい最近したんですけども、やっぱりですね、山口真帆さんの今の好感度の高さ、そして注目度からっていうこともあって、当たり前かもしれないんですけど、まあ、かなりいろんなニュースでですね、その卒業公演をですね、まあ、取り扱ったんですね。まあ言ってみたらお昼のニュースとかそれくらいではやってたんですよ。でそれが放送されてる時に、その加藤みなみさんというですね、まあ言ってみたら黒幕メンバーの一人と疑われてる、まあ疑われてるって言ってもほぼ黒なんですけどね、はっきり言いますけど、の加藤みなみさんという方が、そのところを写真で撮って、まあ、インスタのストーリーとしてですね、載したわけですよ。でそのストーリーに、まあ、ストーリーっていうのは文章が載せれるわけなんですけど、そこに、ネイルしてるのにチャンネル変えてほしいって言って、その後に顔の絵文字でなんかこうすごい落ち込んでるみたいな、やだみたいな顔が2つポンポンってあるみたいな感じなんですよ。まあ要はその山口真帆さんのね、せっかくねネイルっていう、まあ、ネイルって言ったら女の子にとってすごい楽しい時間じゃないですか。せっかくネイルっていう楽しい時間をしてるのに、山口真帆の卒業公演なんて映さないでよ、やだっていう意味合いのやつなんですね。これってどう考えてもおかしいじゃないですか、言ってみたら。まあ、山口真帆さんのことが嫌いってことがものすごく伝わってきますよね。でプラスもともとね、まあ、黒幕メンバーだったってことを考えると、あの忌々しい山口真帆めっていうことなんでしょうね、きっと。でそれをですね、自身のインスタに載してしばらくしたらですね、すぐに、まあ、削除したっていうのが、まあ、今の段階で分かってることなんですね。まあ、ただですね、当たり前ですけど、今の時代っていうのは インターネットにそういうのが一回出ちゃうと、そうそうね、完全に消し去ることはできないわけですよ。まあ見た人たちがすぐさまスクショして拡散してって感じで、まあ今ググったらいくらでも出てくるんで、よかったら見てみてほしいんですけどね。はい。でですね、まあこれはね、間違いなく誤爆なんですよね、きっと。さすがにですね、その加藤みなみさんがいくら黒幕だからって自分のねインスタのところにこれを載せるっていうのはわざとやったってことはありえないと思うんですよ。まあだから、まあおそらくですけど、まあ裏垢に載せようと思って間違えて載せちゃったんでしょうね。まあ言ってみたらですよ、今のアイドルの人たちって裏垢なんて持ってて当たり前ですからね。持ってないアイドルなんていないってくらいだと思うんですよ。まあツイッターでもインスタでもそれぞれ裏垢があると思うんですけど、まあそこに載せるつもりが、まあ、間違えて本垢の方に載せちゃったってことなんでしょうね。でですね、まあ、これがですね、やっぱりその分かる、ここから分かることはじゃあ何かっていうと、やっぱり海は出し切れてなかったってことなんですよね。まあ、当たり前ですけど、今回の結果って最終的には結構気持ちの悪い終わり方をしたわけじゃないですか。言ってみたら、結局ね、じゃあ黒幕メンバーだってほとんど分かってる、ファンの人たちだってみんなほとんど分かってる、ネット民の人たちが調べておけばほとんど分かってるっていう状態にもかかわらず、そこに関しては特にね、処分もせずに終わった。山口真帆さんだけがただ卒業するだけで終わったわけですよ。だから言ってみたら NGT48 の中にそういう黒幕メンバー、今回は加藤みなみさんみたいにね、山口真帆さんに対してひどいことをして、まあ、ファンの人たちとがっつりつながってたメンバーが未だに残ってる状態で、でもそこに対しては何の音がめもなしに、これから先も NGT48 頑張ってきますよ、皆さん応援してくださいねっていう風に言ってるっていう、すごい気持ち悪い状態なわけですよ。要は完全にまだ海は出し切れてないと、ね、海はまだまだこの中に存在してるわけですよ。でその状態でどんな風にファンのは応援していったらいいのか、どういうモチベーションでね応援したらいいのかっていうことが、まあ、問題視されてるわけですよ。で、まあ、運営はそれで終わらせようとしたかもしれませんけど、やっぱり今回ね、こういうふうに加藤みなみさんが、まあ、誤爆とはいえこういうことをやっぱり思ってたっていうことは、まあ、完全なる海はまだまだしっかりとやっぱり存在してて、プラス何にも反省なんてしてないってことなんですよ。反省はしない。まあ、例えばですけど、これがまあね、個人名を出して運営がですよ、この人たちが黒幕というか、まあ、こういう芸人のメンバーですので、この子たちにこういう処分を与えますっていうことをしなかったとしてもですよ、しなかったとしても個人的にですよ、個人的に、まあこうね、公の場で処刑というか、まあ、処理、まあ、処分というかね、まあ、されてないにしろ、自分たちの心の中で個人的に反省してるっていう可能性も、まあ、ないことはないわけじゃないですか、ね、個人の心の中でわからないわけですから、もう反省して絶対もう私こんなことやっちゃダメ、今度から一生懸命、ね、NGT48 にまだ入れることになったからアイドル頑張ろうって思ってる可能性も、まあ、なくはなかったわけなんですけども、まあ、今回のことでまあないんだろうな、それはっていうことが分かりましたよね。
まあ、だから相当ムカついてたんでしょうね。本当によくもやってくれたな山口真帆くらいに思ってたんでしょうね、うん、でですねこれってやっぱりか、この、このね本人からすると、まあ、正直もう終わりにの一撃に近いと思うんですよ芸能生活において。それは何かというとですね、今や山口真帆さんって言ってみたら国民的人気者なんですよね。考えてみてほしいのが、こういう風に AKB グループの誰かが卒業した時にですよ、まあアイドルのねニュースサイトだったりとかそういうのじゃなくて、こういう風にその全国ネットのお昼のニュースくらいで卒業式を放映するって、ね、最近だ と、山口真帆さん以外誰があったかって考えると、まあ、指原莉乃さんくらいなんですよね。言ってみたらもう山口真帆さんの知名度だったり好感度っていうのは指原莉乃さんに匹敵するくらいになってるわけですよ。まあ当たり前ですよね。この一連の流れを見てきて山口真帆さんにまあその応援したくないなんて思う人なんてまあ世の中にそうそういないじゃないですか。うん。で指原莉乃さんって言ったら今国民的人気者ですよね。好感度も高いし知名度もあるしみたいな。まあ言ってみたらそこに匹敵するくらいの扱われ方はもはや山口真帆さんはしてるわけですよ。でそれだけ好感度の高いタレントさんアイドルさんにこういうことを言うってことがいかに愚かで致命的かってことなんですね。僕これ見た時すごい思い返したのが、昔有吉いるじゃないですか。有吉で芸人の有吉ってまあ今はもうちょっと丸くなりましたけど、昔結構その毒舌期って言って毒舌をわーって結構言ってる時期があったんですよ。僕も面白くて大好きだったんですけど、でその時にですね有吉が言ってたのがなんか毒舌講座みたいなね、なんか番組の中で一個講座がまあコーナーがあって、でその中でですね有吉がその毒舌を言う時のなんかポイントみたいなやつやってるわけですね。要は有吉ってわーわーめちゃくちゃ言うけどあんまりトラブルになってなかったじゃないですか。それのコツみたいなこと話したんですけど、その中で一個ね僕が見てて印象的だったのが、ね、国民的人気者にだけは絶対に毒舌を言ってはならないっていうのがあったんですよ。それで誰かっていうと、例えばですけどうっちゃんなんちゃんとかイチローとか、どうですかね、うっちゃんなんちゃんとかイチローって国民的に人気がある人じゃないですか。どうですか、嫌いな人ってそうそういませんよね。ああいう人だけは絶対に毒舌だけは言っちゃいけないっていう風に自分で言ってたわけですね、うん、要はその逆に国民から反感買って嫌われてとんでもないことになってしまうからってことなんですよ。だからむしろ有吉ってあの時期結構毒舌言ってた人ってこう一般人から見てもなんかこいつムカつくなとかなんかこいつなーって思ってる人にズバーって言うから、国民があそうそうそれそれそれって言って気持ちよくなって笑うっていう状態だったわけですよ。うん、有吉でさえやっぱりその辺は考えてしっかりやってたわけですから、今回のこの加藤みなみさんのこの発言っていうのはですね、まあやっちまったな感すごいですよね。もう今や国民的人気者、知名度の高く、これから先ガンガンブレイクしていくだろう、まあ東京ですね事務所にも入ることが決まったみたいなんで、山口真帆さんこれからガンガンブレイクしていくだろう、このね山口真帆さんというタレントにこれを言っちゃうっていうね、うん、まあだからですねこれがもともとですね NGT48 は今後ですね、まあ、どうなるかって考えた時に衰退してって仕事も減って、まあ、終わっていくんじゃないかってことがかなりささやかれていたんですけども、まあとどめの一撃を与えてしまったなっていう感じがしたっていうお話です。はい、もう応援しないでしょ、さすがにこういう人がいるグループは。うん、まあ真面目にねやってる人たちからしたら本当いい迷惑かもしれませんけど、とはいえもう本当こういう人がいるグループだったら終わった方がいいんじゃないかなって思うのが僕の意見です。はい、まあそんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。